昆明バス爆破事件は2008年7月21日に発生したバス爆破事件。中国雲南省の省と昆明市の2台のバスで相前後して次元爆弾と思われる爆発が発生し死者3名、負傷者13名を出した。現在は人為的な襲撃事件と確定された。事件の発生は北京オリンピック開幕の前の十数日前であり、 社会の高い関心と警戒を呼び起こした。2008年7月21日午前7時人民、西路上で、昆明の曇り火事から、瓶山へ向かう54番の公共バス内部の爆薬が爆発し、1人が即死、1人が病院で死亡、9人が負傷した。午前8時人民西路上で、再びもう1台の54番の公共バス内で爆薬が爆発し、 一人が死亡、四人が負傷した。事件発生前、混迷市民が、老儀総動員という短いメッセージを受け取っており、爆発の予告の可能性があった。二件の爆発は、硝酸アンモニウムで点火された、次元爆弾だった。混迷市当局は、北京オリンピックあるいは、分離主義者と関係がある、テロ攻撃と呼んだ。外部のマスコミにより、内陸の航空、鉄道、 道路、水路と公共バスなどすべてが全面的な警備状態に入り、安全検査が強化されたことが認められた。雲南省公安庁は犯人に10万人民元の懸賞金をかけた。2008年7月23日、懸賞金は30万円に増額された。後に、東トルキスタンイスラム運動は、この件に責任があると認めたと報じられた。 2008年12月24日10時40分、昆明市の札鹿河原田屋で爆発が起き、雲南省船武志の男が死亡した。爆発は男によるものと思われ、生前バス爆破は自分がやったと証言していたという。ありがとうございます。